ヨーゼフ・アントン・プファイファー・シュトットガルト・デガー・ロッホの森林墓地にあるプファイファー家の墓、カール・エイ・プファイファー・ GMBH&COKG はドイツ・バーデン・ビュルテンベルク・シュー・レオンベルクのアップライトピアノ及びグランドピアノ製造業者である。伝統的な技術を用いたピアノ制作でよく知られている。1862年にヨーゼフ・アントン・プファイファーによってシュトットガルトで創業された。 彼の父カール・エップ・ファイファーはグーグフですでにピアノ制作者として働いていた。後者は2つの響き板を持つダブルグランドピアノを初めて制作した。今日、会社はプ・ファイファー家の5世代目によって経営されている。ヨーゼフの息子、カール・アントン・プ・ファイファーはピアノのための道具をいくつか開発した。息子のバルター・プ・ファイファーもピアノ、特にアクションを科学的に扱った。 このテーマに関する彼の著作は、ピアノ制作において、標準となる文献として、一般的に認められている。ドイツ民主共和国の西への編入後、ライプツヒを拠点とする、ピアノ工場であったルートビヒ・フップフェルト・エジー及び、レイニッシュを買収した。プファイファー自身は1994年から、レオンベルクを拠点としており、高品質のピアノ製造を続ける数少ない会社の、 一つである。2005年時点での年間生産台数は、グランドピアノが約10台、アップライトピアノが約100台である。レイニッシュ及びフップフェルトブランドのピアノの製造は2009年に破産するまで続けられた。その後、レイニッシュの名称はブリュートナーが購入した。ありがとうございます。